HVD、ホログラフィックバーサタイルディスク、ホログラフィックバーセトルディスク、HVD とは、DVD 企画の次々世代、ブルーレイディスク規格の次世代に位置づけられる、光ディスク規格である。この項目では、HVD 以外のホログラムディスクについても触れる。光ディスクの記録密度は使用する、半導体レーザーの波長で決まり、波長が短くなればなるほど、 記録密度は上昇する。ブルーレイディスクや HDDVD の世代では可視光線で最も波長の短い青紫色の半導体レザーを使用している。さらに光ディスクの記録密度を上げるにはより短い波長の半導体レーザーが必要となる。しかし一般的な光ディスクの板素材であるプラスチックポリカーボネート樹脂など紫外線を吸収し、 表面劣化を引き起こしてしまうため、紫外線領域の半導体レーザーを使用することができない。また、ポリカーボネート樹脂などに代わる、紫外線による劣化を引き起こさない安価な元の開発も見通しが立っていない状況である。すなわちブルーレイディスクの世代で、現行方式の光ディスクの性能が事実上の限界に達したことを意味しており、さらなる記録密度の向上には、 光ディスクの権利そのものを変える必要があるとされていた。しかし、その事実上の限界を超える性能を備える光ディスクが登場する可能性が出てきた。それが光ディスクの記録層を従来の面ではなく立体的に使用することで記録容量を飛躍的に増させるホログラフィック記録技術を利用したホログラフィックバーサタイルディスクである。 ホログラフィック記憶媒体は従来用いられていた技術家においては光学系装置がとても複雑になり機器が大型になりがちで実用に耐えない散乱ノイズの発生や既存の CD-DVD 技術との不整合などの理由で実用化は不可能とされてきた。だが日本企業のオプトウェアが独自に開発したコリニア方式という技術により複雑な光学系装置の小型化び簡素化や 従来の技術では必須であった新装置が不要となり、さらにディスクに波長選択膜構造を採用することで散乱ノイズの影響を無効化できるようになったことから実用化の可能性が飛躍的に高まった。従来の光ディスクは原則として一色の半導体レーザーを用いていたが、HVD では赤と青緑の二色のレーザーを使い一本のビームにまとめて照射する。 青緑のレーザーで干渉島として、ホログラフィック層にエンコードされたデータを読み取り、赤のレーザーで CD と同様のアルミニウム層から、ハードディスクのセクタの概念に相当する、読み込んでいトラックの場所を含む制御情報を読み取る。CD や DVD では、制御情報はデータ内に点在していたが、HVD では、ダイクロイックミラーを使用し、屈折した青緑のレーザーによって、 制御情報がクルーの応募でいる。HVD の容量は片面一層方式のブルーレイディスクの約20倍の 1TB で転送速度は28倍の 1GBps とされている。HVD は光に弱いので遮光性のカートリッジが必須となっている。2005年2月2日、オプトウェアは HVD の標準化に向けた団体、HVD アライアンス。 現 HSD フォールムを設立すると表明2006年半ばにも製品化を目指すと発表した。しかし、志半ばにしてオプトウェアは活動を停止。そのため2006年内の製品化は実現することはなかった。その後経営主体が一新、新オプトウェア株式会社に名称が変更2008年3月に 東京新規工業の子会社となったサレオプトウェアの事業を引き継ぎ HVD の開発も続行している。HVD は未だ実用化には至っていないが、HVD アライアンス設立時からのメンバー企業である光リスク関連の検査、装置大手のパルステック工業は、HVD 用の評価装置を開発、製品化している。2008年7月6日、TBS のテレビ番組、 ガッチリマンデーにおいて、光線ビジネスの特集が組まれ、その中で、新オプトウェアが開発中の HVD が取り上げられた。HVD の業界団体には、非加盟だが、TDK は 200GB、Pioneer 400GB の容量を記録する技術の開発に成功している。米インフ i ズは、業務用、ホログラフィックストレージドライブ、 カペストリー 300R を2008年5月から出荷する予定であったが2010年2月現在商品化はされておらず、また税味納でオフィスが差し押さえられるなどインフィズ社は現在再編中。ディスクの容量は3 0 0 g b b g e は規格は異なるが 500GB のデータ保存が可能なマイクロホログラフィックディスクの会議2009年4月に成功している。 イスラエルのメンプイル社は赤色レーザーを使った容量1テラバイトのテレディスクを開発している。2005年に設立された HVD アライアンスは HVD フォールムとして活動していたが2008年3月1日より名称を HSD ホログラフィーシステムデベロップメントフォールムに変更しているから HVD アライアンス設立時からの企業を楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。